参加。まずは心の構成くん。何歳かな、旗を振り出した構成くんももう15歳。去年から1年で受精して伸びました。将来は立派な大型犬になるため毎日筋トレ筋トレで体の作りに励んでいます。今は大物、今の大好物はプロテインです。構成くんのことプトの子供です。新しいチームの旗を思い切り振ってくれます。どうかご声援よろしくお願いします。ほっ、さあ、こちらの新しい旗ありがとう。さあ、続きまして同じ心の陽平くん。はい、旗を振り始めて14年。旗は友達、旗は相棒、旗を心から愛する陽平くん。解き放ったい1枚の組織チームが心に変わっても旗を振り出し頑張ります。リズムに乗って今日も元気な陽平くん、皆さん応援よろしくお願いします。はい、陽平くんありがとう。さあ、チームは変わりまして、麗華涼蘭の拓斗、麗華涼蘭の守護神拓斗、踊り子の情報をぜひ考えてくれる楽しい話です。セクシーな味方見せ方で麗華の魅力をさらに引き上げてくれます。まだまだ走り出している拓斗、拓斗の旗から目が離せません。はい、ちゃんとありがとう。さあさあ、まだまだ映画が続きますよ。レカルダの帰り、小学生とは思えない安定感、冷静な判断力、難しい場所でも安心して待たせます。アクセルの自分にかっこいい、これからが楽しみ、頼もしい戦争で目いっぱい振り回してくれました。今日も見せてやれ。はい、会議ありがとう。そしてレギュラーの主ではテルマ、踊り子から果たしてなりました。ヤンキーで一時期よそこいを放りましたが、やっぱりよそこいの信念を持っていました。新たなセンスを抜群、自然やかな振りがかっこいいテルマです。昨日もね、グッドスマイル、グッド肌振りで見せてくれました。さあ、レイラの肌振り、締めてやっていく。はい、テルマ、ありがとう。さあさあ、次は、おさんいないね。はい、次はチーム変わりまして、武蔵屋葵のナー、青いでバトンタッチ、よーしくん。いつもニコニコ笑顔な素敵な美熟女を果たし、こんな細い体からは想像できない豪快な演出、旗を愛し旗に愛された女、まだまだ若い世代に負けない生涯現役サッカー中。
新美流星ランプ軍ヒーローさん、マルコさんかな。そしてフラッといえば新美、新美といえば広瀬です。フラフェの情熱と新美への愛は何も負けません。圧巻の旗さばきをどうぞご覧ください。続けるのなかなか大変なんです、でみんなでも意外とみんな平気な顔してるな。さすがは明吉、みんなさすがベテランだわ。はい、果たし、ステージ上みんなちょっと置いてもらおうかな。両サイドの方はあの残るかお任せして、あの、うん、一回ステージから降りようか。うん、どっち分かれてもいいよ、どっちから降りてもいいよ。うん、あのこの後総取りをするので、振りたかったら両方に知っていただいて振っていただきたいと思います。